ほら、手を近づけても逃げない。ほれ。すごいな。よいしょ。無限に取れるな。あ、香ばしい匂いがしますね。こんにちは、平坂です。本日はですね、沖縄本島某所の道端からお送りします。今回のターゲットはですね、この道沿いの草むらに生息しているバッタです。とは言ってもただのバッタではございません。日本最大のバッタです。その名も台湾土イナゴ。今日はそれを捕まえて食べます。あ、いた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 、見えるかな。あ、ほら、今ジャンプした茶色いやつ。敏感だな。あー、逃げちゃった。こっちにもいたけど、あー、飛んでった。ダメだ。そう、この台湾土イナゴ、こんな感じでね、かなり警戒心が強いんで、接近して撮影するのも結構難しいんですよ。まあ、本気を出してバーンと飛びかかれば、まあ、捕まえられないことはないんです。でもこの辺りね、ちっちゃいお子さんが多いんですよ。だから本気を出すとね、悪目立ちしちゃうんです。草むらでおっさんが跳ね回ってたら通報されかねませんから。かといって虫取り網を振り回すのも結構視線を集めちゃうので、往来では避けたいんです、個人的に。でも大丈夫です。飛びかからなくても、網なんか使わなくても、人目につかず、イージーにバッタを捕まえる方法があります。夜に捕まえるんです。それだけ。じゃあ、暗くなってから改めて出直していきましょう。はい、完全に日が沈んでから出直してまいりました。これだけ暗くなれば楽勝です。圧倒的に簡単に捕まえられます。お、早速いますね。よいしょ。さあ、昼間と同じような体勢で、じっとしてますけど、見ててくださいね。ほら、手を近づけても逃げない。ほれ。こうして簡単に捕まえられる。寝てるんですね、夜は。だからまあ、寝込みを襲撃してるわけです。ちなみにですね、今、よいしょ、口から、ほら、醤油みたいな茶色い汁を出してます。今僕の指についちゃいましたけど、これがね、変な匂いがするんですよ。で、舐めると苦いんです。この台湾土イナゴなりの抵抗というか威嚇で、鳥なんかに襲われた時に口内でこの汁を出すと、まあ嫌な味がするので鳥が離してくれることもあるみたいですね。ただね、鳥には聞いたとしても平坂には聞きません。はい、僕のおかずです。君はごめんね。わー、いっぱいいる。じー、おー、こんな感じね。よし、すごいな。よいしょ、無限に取れるな。まあもう味見する分は集まったかな。で、捕まえたバッタはね、よいしょ、虫かごとかに入れると暴れて傷つくんで、こういう洗濯ネットに放り込みます。ただね、こうして口から出す汁でね、シミがついちゃうんで、どこのご家庭にもあると思います。あの、虫専用の洗濯ネットを使うようにしてください。衣類用のは使わない。で、これにどんどんストックしていきます。よいしょ。これだったらね、素材がしなやかなんで、中でバッタが跳ね回っても、傷つきにくい、弱りにくいというメリットがあります。捕まえた台湾ツチイナゴたちは糞を出すために少なくとも一晩大きめの網袋に入れて保管します。これが台湾土イナゴの糞なんですが、手触りもサラサラしてますし、特にね、嫌な匂いもしません。でもね、これがお腹の中に残ってると、あの、味にえぐみが出ちゃうんです。なので、より美味しく食べるためにはできるだけしっかり出してもらった方がいいです。はい、糞出しをして急速冷蔵で締めた台湾土イナゴです。さあ、これからがっつり調理に入っていきます。といっても調理は簡単です。油で炒めるだけ。ただし味付けにね、ちょっとこの台湾土イナゴならではの特徴があります。まずは温めた油で台湾土イナゴ、おお、赤くなった。この辺もね、エビやカニっぽいって言われるゆえんですね。あ、香ばしい匂いがしますね。殻付きのエビを炒めてる時の匂いにそっくりです。美味しそう。この辺でね、味付けをしていきます。一旦火を弱めて調味料を入れるんですけど、こいつを使います。じゃーん、
ナンプラー。なぜかっていうと、この台湾土イナゴって東南アジアでは食用になってるんですよ。僕も実際ね、タイで食べたことがあります。で、その時のね、味付けのベースがナンプラーだったんですよ。なので、今回それを真似してみようかな。よいしょ。で、ちょっとね、甘辛い味付けだった覚えがあるので、そこに和風のみりんを足します。で、そこに料理酒も足して、これでひとまず味付け終わり。まあ、ナンプラーを使ったっていう点を除けば、基本的には、イナゴの佃煮とベースは一緒ですよね。まあ、ナンプラーを醤油に変えて、あと砂糖とかね、加えたら、佃煮とほぼ一緒の味付け。だから、まずくなることはまずないです。で、絡めて、もう一回ちょっと全体を炒めたら、さあ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 、どうだいどうだい。おお、美味しそうなんじゃないか。というわけで、台湾土イナゴのナンプラー炒め、完成です。うまそう。個人の感想です。さあ、実食の前にですね、1点ちょっと説明し忘れていたことがありました。この台湾土イナゴが日本最大のバッタだっていう話をしましたけども、その最大というのは、ちょっと1匹連れてきましたけど、この頭の先からこの羽の先端までの大きさのことです。こうやって指に乗せると大きさが伝わるかな。バッタっていうのはね、雌雄でオスメスで大きさが違うことが多いんですが、今手に乗せてるこいつは台湾土イナゴのメス、より大きくなる方です。で、これでね、8センチぐらいになります。で、オスはね、大きくても6センチちょいぐらい。で、8センチに達するバッタとしては、他にね、本土にもいる少量バッタが挙げられます。ただ少量バッタよりもこっちの方がボリューミーですよね。ただね、そのボリューム感とか、その体格の話をしだすと、トノサマバッタを無視できなくなる。トノサマバッタはね、メスでもまあ6センチ7センチいくのかな。まあ、そんなもんで、ちょっと長さではこの台湾土イナゴに譲るんですが、それでもね、体格がすごく太い、体高があるというか、なのでパッと見の迫力は台湾土イナゴとトノサマバッタどっこいどっこいです。まあ、だからそれに少量バッタを加えて、台湾土イナゴ、少量バッタ、トノサマバッタで日本三大バッタっていうところなんじゃないでしょうか。キリギリスとかコロギスの仲間は除きます。でかいのよこれ。この足のトゲトゲがね、すごいパワフル、痛いです。パチ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 蹴られて、まあ、しょうがないよね、蹴るよね、食われそうになってんだから。ということで、非常に魅力的な昆虫です。ぜひね、南西諸島へおいでの際は、草むらとかサトウキビ畑の周りで探してみてください。さあ、じゃあ行きますか。食べましょう、そろそろ。さあ、それじゃ早速食べていきましょうか。で、このね、バッタ類って食べ方にコツがあるんですよ。このままね、ガリッといくとあんまり美味しくない。まずね、この硬いね、羽と足をもぎます。で、この足、このトゲトゲが口に当たるんですよ。なのでプチッとちぎって、よいしょ。で、この腿の部分だけかじる。しがむ感じですね。うん、あ、うまいうまいうまい。うん、ありきたりな表現だけど、エビ、小エビの唐揚げ。先端の細い部分にはもう身は入ってないので、廃棄で。今度はこの羽ですね。これが邪魔なんですよ。口の中でジャリジャリするんで、これをもぎ取ります。4枚あります、全部で。で、この胴体だけになったら、これはもう全部食べられます。いただきます。うん、美味しいです。ほぼエビだけど、やっぱバッタ、はっきりバッタ味がある。で、このバッタ味っていうのは決してね、気持ち悪いものではない、ネガティブな表現ではないですよ。エビにはない旨味があるってことですから。ちょっと炒めすぎたかな。もうちょっとね、軽く火を通すだけでよかったかも。ちょっとね、身がスカスカになり気味。でもね、うまいっすよ、本当に。全然何匹でもいける。いや、これあれですよ、食べたことない人はね、まだそんなこと言って強がってるっておっしゃるんですけど、本当にうまいんです。いいつまみなんですけどね。どうなんだろう、沖縄だとね、ヤンバルの方だと年配の方は昔セミをおやつに食べてたっていう話なんですけど、台湾土イナゴもきっとサトウキビの栽培とは縁が切れない虫なんで、ひょっとしたら一部の地域では食用にされてたかもしれないですね。で、このナンプラーが合うんだわ。この台湾土イナゴは熱帯亜熱帯のアジア圏に広く生息している虫で、いろんな国で作物の害虫でありつつ、同時に貴重なタンパク源となっている虫です。世界の食を語るなら絶対に避けては通れない虫。こいつの味を知らないでグルメは語れないです。短所を言うなら、ちょっとね、殻が口の中に残るんですよ。だからお酒のあてにして
その口に残った殻ごとグイッとお酒で流し込むような食べ方に向いてるかなと思います。あとね、味は文句ないんですけどね、どうしても手で足と羽をむしんないといけないんで、手がヌメヌメになっちゃうことですね。まあそういうとこもね、野趣あふれるっていう言葉でごまかすわけじゃないですけど、まあそういう部分を楽しむっていうのもおつなもんじゃないかなと思います。台湾寿司なごのナンプライトメ、おすすめです。あー、これでもう最後の一匹ですね。あー、じゃあまあ今回はこれまでということで、今回もご視聴ありがとうございました。じゃあまた次回よろしくお願いします。バイバイ。本当に美味しい。